イトルなんやっけ。なんか嘘でしょ。ドラフトマスターズ。イエーイ。ドラフトするよ。さあということで、ルール説明いきます。はい、はい。最初に、お寿司などのテーマを決めてみんなで、選手一覧を作ります。そしてそれぞれ取りたい希望選手ベスト10を決めて紙に書き隠し持っておきます。そこからドラフト会議開始です。今回は従来のドラフト会議とは違う独自の方式で行います。まず全員が第一希望選手を入札します。そこで、単独指名なら即指名選手が決定しますが、複数球団で重複した場合は抽選となります。本来なら抽選が外れた球団は、再度入札抽選を行いますが、今回はその工程を省き次に進みます。また、プロ野球のドラフト会議では第2巡からは球団順位の逆順で指名していくっていう形式になるんですが、今回では全球団で第2希望選手、第3希望選手と入札していきます。従順したらドラフト会議は終了、結果発表に移ります。ただ今回ガチで選んで一喜一憂する遊びなので、わざとヘボいのを初めから狙ってましたみたいなのはやめて、ガチで人気どころを取って一喜一憂しましょうね、みんなで。なるほど、なるほどね。なるほどね。じゃあ夢のチームが作れるってことだ。そう。で、今回ゲーム性を高めるために各選手にポイントをつけて何ポイント受け取れましたかっていう勝負にもしようと思ったらできてんけど、ポイントよりも各々の欲しいという気持ちを大切にしたいので、この形式で行いたいと思います。何か疑問がある方ありますか？ちょっとなんかよくわかんないですえ、ポイントをゲットするぞってよりも、こいつたちが俺の理想はこいつなんだ、他に人気がないかもしれないけど俺はこいつをここに入れたいんだっていうのを大事にしたいから。ということで、各球団を紹介したいと思います。まずは、下ちゃんガンバルズ。ありがとうございます。監督の下やかさんです。よろしくお願いいたします。頑張ります。ショタコンファンタズマ、監督のショタコンクラゲさんです。でもファンタズマってつけたんですけど、こうファンタジー的な意味でつけたんですけど、これよくよく喋っていたら亡霊という意味でした。君が悪いですね。ショタコンの亡霊チームです。よろしくお願いします。そして私、ソイちゃんファンシーズ監督のソイソース醤油です。どうぞよろしくお願いします。今日は可愛いチームを作ろうと頑張っています。なるほど、そういう意味だったのか。そして、タケタケボンバーズ、監督のタケチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タケチです。欲望をね、爆発させていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回読み上げはコノスケさんでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあということでね、ここまでは決まってるんですが、お題が何もまだ決まっておりません。皆さんが熱くなれるお題を。そうだね、これ大事だね。お寿司なんかな最初。いや、ベーシックにお寿司で一回やっておきますか。お寿司やる。一回そんな感じかっていうので、ね、さあということで選手一覧が決まったので、うん、ここから皆さん、ベスト10を紙に書いて隠し持っておいてください。なるほどな。確か OK。 いやーこれなるほどね。いやこの時間楽しいな。いやーこれ、いや順位つけらんねえよこの2つ。その注意やねんけど、この理想の希望選手は発表する順番じゃないからね。自分のベスト順でまず作って、ランキングを作って、そこから戦略を立てて、幸之助君に渡していくっていう形になるから。なるほど。まず書くのはベスト10なのね、自分のために書くの。そう。じゃあ、一番最初に出すからといって、1位を出さなくてもいいってこと？そう。ああ、そういうことか。1位が例えば、なんていうんやろう、まあ、お茶としよう。ないけど、お茶やっても、まあ、みんな取らんやろうっていうので後から出してもいいから、自分のこのベスト10を作るために、
どういう順番で自分が出していくかっていうのは後から考えることで、今考えることはベスト10を作るっていうことです。うんうんうん。おさあ、ということでね、じゃあドラフト会議をやっていきたいと思います、はい、じゃあまずはコノスケ君に第一希望選手を提出します。はい、うわぁ、絶対第一希望は絶対欲しいやつ入れとかないとまずいんじゃないの。ああ、先に取られる可能性があるからね。そうね、いや人気なやつでしょう最初は。ほら、もうあれですよ、もう信じるのみだよね、やっぱり。いやー、全員出揃いましたね。あ、出揃いましたか。それでは寿司ネタドラフト会議、ドキドキする。第一希望選手、ジモちゃんガンバルズ、イカ、ショタコンファンタズマ、ビンチョウマグロ、ソイちゃんファンシーズ、炙りサーモン、タケタケボンバーズ、サーモン。割れたー。ほら、ほら、割れましたね。第一希望は、かぶりなしと。ちょっと、いやー、そっかー。よし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 。よしよしよし。みんなそんな感じなんや。てか、イカをまず第一希望でよくと行こうとしたな。第一のところに一番好きなのが来ると思いましたけど、それぞれやっぱり戦略的に引っ込めたりしたのかもしれませんね。うん、それは思いましたね。結構ひねってくんなみたいな。確かにそうですね。ビンチョウマグロとか炙りサーモンとかっていう、うん、炙りサーモンってひねりなんか、俺絶対人気集中すると思ってもう焦って出したわ。なんか大物があんま来てない感じはありますよね。うん、いや、それぞれが本当に好きなんだなっていう。これさ、ファンシーズ余計なもん取ってくれたで、ほんま。何してくれてんねん。いやー、もうめちゃめちゃ考えて第一希望作ったのに、もうめちゃくちゃだよ。すでに。ほんまやで、これ。どうかな、これ。よー。うわ、マジか。ってか、サーモン行くかね。いや、サーモンはどっかで取られると思ってたけど、まあ、上位の方だと思ったけど、1位とは思わなかったね、やっぱりね。いきなり取る。いや、もう、全員サーモンなんじゃないかと思ってましたけどね、僕は。あー、サーモン潰れたなー、こっちのサーモンが。サーモン大人気ですね。まあ、全員取ってるだろうな、サーモンは。ランキングに入ってるだろうな、っていう。確かにね、入ってない人はいないでしょうね。ね。では、発表に移りたいと思います。第2希望選手、しもちゃんガンバルズ、タコ。お前すごいな、イカタコと言ったんか、お前。足いっぱいの好きやな。それでは、ショタコンファンタズマ、ネギトロ。あー、2巡目で。よし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 。ネギトロ、ネギトロはだってさ、ネギトロはだって。焦っておりますね。よし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 。ソイちゃんファンシーズ、ウニ。ああ、ウニ。そうか、ウニ持ってくるか。まあでも出てくるわな、ウニは。うん、ほっとかないよな、ウニは。ではじゃあ、第1希望最後。タケタケボンバーズ、トロサーモン。お前サーモン2連チャンで行くかね。何してんねん。タケタケボンバーズ取るな。こっちですよ、ファンシーズに炙りサーモン取られたから、無敵のサーモン軍団が作れなくなったわけですよ。こっちは。またもかぶりなしですけどね。これでもうサーモンが出尽くしたんじゃないですか。サーモンなくなったのか。すごいですね、なんか色が、チームの色が出てきますね。クラゲはだからいいマグロ取ってるよね。愛嬌だよ、ネギトロは。確かにマグロ軍団ですね、今のところ。お、あ、こうちゃんいいところに着いたね。おあ、でもこれ戦略立てれるんじゃないですか。さあ、第3巡の方のじゃあ希望選手の提出もお願いしますよ。いやー、そろそろ派手なやつ取っとくか。先にもう取られる前にサーモン
がなくなるんだもんな、2巡目でも。そう、派手なやつがね、やったことが出てこないと思ったもんな。だから絶対必要だったけど後輩に取ってたんでしょ。うん、後にしちゃったんだよな。そう考えると絶対欲しいものはもう取っといた方がいいのかな。でも出ないと思うんだよな。ただ俺逆にイカタコを先にしたせいで、その派手なやつがもうみんなに取られてるから、どんどんね、先の段階でもう3本はなくなったから、俺の中で。ただのアホや、お前は。これ出ないと思うけどな、でも取られてないな。怪しいな、これ。それでは、寿司ネタドラフト会議、第3希望選手、しもちゃんガンバルズ、ホタテ。おー、来ましたね。ショタコンファンタズマ、大トロ。はい、行ったね。こう来たらこう来るよな。ソイちゃんファンシーズ、中トロ。おー、危ない。そしてタケタケボンバーズ、赤だし。よしいただいちゃいました。ボンバーズは油ちゃうんか。ここでね、危ねえ。ここで一個ね、口をすっきりさせていただいて。いやまだメインが残ってるであろうところでさらっと赤出しを取っていきましたね。いやでも必須でしょ、赤出しは。いや確かにこれでも誰も赤出しを飲めなくなりましたからね。そうか、こんな早い段階から赤出しとるか。ガンバルズ、イカタコ、ホタテっていうのはどうなんですか。いや、ホタテはでも割と、なんか、なんていうんですか、ホタテは結構人気メニューというか。確かに。でもまだ刺身系が一つもないですよ。俺ホタテ別にいらんけどな。マジ。うん。ではじゃあ、第4希望選手の申告をお願いします。じゃあ、俺結構ゆとり持って取れるんじゃないのか。よし。それではじゃあ、第4希望で揃いましたので発表していきたいと思います。第4希望選手、しもちゃんガンバルズ、茶碗蒸し。いやこのタイミングだなっていう、そろそろもう赤出しでやっぱ気づいたね。いやそろそろ言っとかないとまずいんだろうなっていうサイドメニューは。ショタコンファンタズマ、縁側。はい、ありがとうございます。脂が乗ってるね。ソイちゃんファンシーズ、茶碗蒸し。ああ、嘘。嘘。マジかよ。かぶった。タケタケボンバーズ、ブリ。ああ、ブリ。それでは重複が出てしまいましたので、ガンバルズとファンシーズで抽選を行います。それでは抽選開始してよろしいでしょうか。はい、お願いします。茶碗蒸しの抽選を行います。茶碗蒸し、こい、茶碗蒸し、いけ、いけ、こい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 、変わってる。マジかよ。シャワムシはソイちゃんファンシーズが獲得しました。ありがとうございます。お前。これじゃあ俺の40面なしってこと。 ないの。一層一皿、一皿っていうか一層ないの。そうそう、ないよ。わー、でかダメージでか。茶碗蒸しが被って取られてしまいましたね。なんで4時目に茶碗蒸しなんだよ。ここは絶対もう人気やもん、茶碗蒸しは。いやー先取っとかなと思って。まさかの初の被りが茶碗蒸しやと思う。いやー本当だよ、茶碗蒸し俺絶対大丈夫だと思った、サイドメールだし。では5巡目はどんな感じになっていくんでしょうか。出揃いましたので発表を行っていきたいと思います。おお。第5希望選手、しもちゃんガンバルズ、サンマ。ありがとうございます。おー、サンマ取るかね。うまいもんな、でもうまい。これはやっぱ取っときたい、やっぱりどうしても光り物として。ショタコンファンタズマ、カンパチ。おー、そうね。じゃあね、じゃあこっち取っとかないと、そうね。ソイちゃんファンシーズ、つぶがい。あ、はい、来た。
タケタケボンバーズ、カニ味噌。まあ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 、早めに取ったんかな。いやでも危なかった。俺つぶ貝ちょっとつぶ貝とサンマで悩んでて、どっちしようかなっていうのがあったのでギリギリでしたね。いやいや危なかったっていうかさ、つぶ貝を取られてんねんから負けやで。お前結構あ、そうか、あ、そうかよくないんやで。もう一皿取れることの幸せが勝ってるやん。いやでかかった。やっぱり一個この車線入ってるのほんと俺だけだし今のところじゃあ第6希望を提出してくださいね。この辺からやばいんじゃないかみんな。やっぱりここまで来るとね、なんかメニューがちょっと聞き慣れないメニューも増えてきて。そうです、カニ味噌はやっぱでもいいとこだよね。この辺で第6以降どんな感じになっていくのか、軍艦がやっぱちょっと増えてくるな。もうでもさ、早い人は銃の中から亡くなってる人もおるわけ、おるかもしれんわけやんな。亡くなってる、確かにもう出尽くしてる可能性ありますよね。だってもう25個出てるわけですから、ね、ああそうかそうか、20個かな。ではじゃあ第6希望読み上げていきたいと思います。まだこれ出てないのみたいなやつ残ってますけどね。そろそろね。うんうん。いや楽しみですね。それでは第6希望選手、ちもちゃんガンバルズ、カツオ。よし。これは被らんだろう。ショタコンファンタズマ、シマアジ。ね、そんなんあったっけ？ね、あったあった。これ美味しいんだね。ソイちゃんファンシーズ。カリフォルニア。いるようやくここに来てファンシー感出てきたな。タケタケボンバーズ、赤貝。ああ貝よね。シマアジ美味しいね。でもハマチと貝の中間みたいなのにすんね。めっちゃ美味しいね。俺カリフォルニアがね出ましたね。いよいよ外国人選手取られたな。外国人選手が、いや今のところね、なんかそういう系出てきてなかったですからね。なんていうか、そういう塩カルビとかコーンとかナスみたいな。そうね。まあでも確かにソイちゃんファイズ結構バランスはいいと思う。なんかすごいな、ちょうどいい感じのバランスだよね。カツオって寿司で食う？うわぁ、お寿司というよりはなんかね、叩いて、叩きであるから。あ、ほんとだ、カツオの寿司食べないんだ、みんな食べない、あんまり食べへんな。そんなメジャーメニューじゃなかったのか。さあ、いよいよ選手も少なくなってきて、第7希望選手、しもちゃんガンバルズ、納豆。おぉ、なるほどね。魚介じゃないのかよ、なショタコンファンタズマ、塩カルビ。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな魚介じゃないな。もうって感じですね。そろそろお肉の方ね。ソイちゃんファンシーズ、アナゴ。あー、出てなかったな。出てなかったんですね、これ意外。タケタケボンバーズ、イクラ。ああ、俺も取られてなかったんですね。俺も取られてないっていう。いやー、ボンバーズとガンバルズがね、一つ欠けてしまって。いや、本当に欠けたの辛いでしょ、タケチね。これ欠けたのすごい辛い。いや、辛い、これは。それでは、寿司ネタドラフト会議、結果発表です。はい。うわあ、タケタケボンバーズが一番、ダメージでかいのか。そうです、ね。意外と取れてないんだな、タケタケボンバーズ。てか、俺、ワン、ツー、スリー取れてるの。俺で、あ、でも、タケタケボンバーズもワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリーやっぱ取れてるのは、大きいっすよね。やっぱてか、2位赤出しなんかよ。ほんまや。マジか。赤出しもっと下の方だと思ってた。2位に入れたんだ。やっぱ、むしろ赤出しが うまいために寿司を食ってるみたいなとこあるから。そうかな。ファンタスマの塩カルビっていうのはあれだね。タケタケボンバーズはそうか、第1希望の時点でもう割と変えていってたんですね。本当だ、全然サムじゃないじゃん。ほんまや。ほんまや。でもブリが出ないということを読み切ってますよね、見事。なるほど、うまいね。やっぱサーモンが奪い合いだと思ったんだよな。まあまあでもそれは、うん、そうだ、サーモンは確かに3人に入ってた。炙りサーモン人気やもんな。確かに炙りサーモンは人気で、しもちゃんガンバルズ、つぶ貝、なんで温めた？いや、あのね、貝ってそんな人気ないから、もうちょっとおめかしてもよかったと思ったの。もうチキンレースやってたよ、俺と。お前、俺だ
50名を3枚が粒にしようと悩んでて3枚を取ったんだけど、そいつにまんまと取られてるから50目で。ここね。でもこれでお前セーフとか言ってたアホやろ。 2位の粒貝が全員入ってるのってないんじゃない。チャームシは3人だもんね。チャームシは3人だし。そう、ネギトロは。あー違うか。いや、しもちゃんガンバルズいらねえ。ガンバルズってさ、異色すぎてかぶりがないねん。ほんとだなぁ。でもこれわざとじゃないんやろ。そう、あの自分の好きなやつを順番に選んだら、こうなったから、いらないって言われたら俺もちょっとショック受けるよ。自分が食べたいお皿をこう。10皿選んで。お前のテーブル魅力的じゃないねんもう。わかるわかるわかる、それはわかる。でも回転寿司でこればっか流れてきたら食べるのないなってなりますよ ね。 めっちゃ楽しいんやけどこれ。いいじゃん。いやこれ他のやつでぜひ見たいってなりますね。いや、お題がやっぱ、お題がやっぱ、お題何やる？都道府県？都道府県で何をすんねん。沖縄。沖縄取られた時点でもう負けやろ。乗り物やらん。乗り物乗り物。ああ、なるほど。